それではですね、こちらで東京駅赤レンガ大きく見えてまいりました、曲がってまいりますと東京駅へと到着をいたします。二つの金の石鹸の姿、3階建て、南北の屋根もドーム屋根へと復元されました東京駅、見えてまいりまして、このコースも間もなく参りますと東京駅へと到着をいたします。この中はですね、ステーションホテルもございまして、こちらも2012年10月1日駅舎とともにリニューアルオープンとなりました。スイートルームもですね、とても人気で、今日も明かりがついておりましたので、お泊まりの方がいらっしゃるようですけれどもね、こちらの東京駅ステーションホテルのスイートルーム、先ほどのザ・ペニンシュラーが98万円でございましたけれども、それよりかちょっとお安くなります。こちらは1泊が83万円という、ね、お部屋となっております。それではこちらでですね、東京中央郵便局曲がってまいりますと右手、そして、東京駅もですね、もう大きく見えておりまして、間もなく到着となりますが、こちらのコース、本日はこの東京駅からご乗車いただきまして、ご案内をしてまいりました。東京百景フォトジェニックコース、今日はご乗車いただきましたけれども、夜の東京のご印象はいかがでしたでしょうか。本日はですね、お台場カメラストップとなりまして、そして東京タワーですね、こちらは展望をお楽しみいただきまして、夜景をね眺めてきていただきました。ほんのね短い時間でのご案内となりましたけれども、またぜひ東京ゆっくりとねお出かけいただける時がございましたら、いろんな街お出かけいただければと思います。東京オリンピックに向けてもね大きく変わってまいりますので、またゆっくりとお出かけください。それではですね、間もなくの到着となります。本日は大変行き届かないご案内ではございましたが、皆様最後までお聞きくださいましてありがとうございました。後ろから失礼しております。ありがとうございます。どうぞどなた様もくれぐれも気をつけてお帰りください。本日ははとバスにご乗車くださいましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。皆様どうぞくれぐれもお忘れ物ございませんように、身の回りですね、前の網ポケット大丈夫でしょうか。はい、あとですね、お座席をお立ちいただきました際に、座席